はいみなさんこんにちは レッグニ任講師の森山です。今回はですね、民法改正、これについてお話をしていきたいと思います。皆さん、普段の勉強の中で民法が改正された、あ相続法が改正された、あ債権法が改正されたと、いろんな話を聞いて不安になっている方もいると思います。果たして今現状どのようになっているのか、試験では取材されるのか、そのような不安をたくさん抱えている方がいると思うので、今回はそれを整理してですね、レックではどのように対応していくのか、これについて皆さんにお伝えし ていきたいというふうに思いますまずこちらですね改正の現状と本試験の影響というふうに書いてあります一概にこう民法改正と言っても実は3つの改正がありますそれをまず区別するところから話は始まりますこちら画面の方を見ていただければと思います まず3つの改正のうちここ画面にですね2つ出ております一つが成年年齢の改正でもう一つが債権関係の改正ということになります。まず一つ目、ですね上の方にですね成年年齢の改正ということが出ておりますがこちらは今、20歳、歳になることによって成人ということになります。ね 民法でいうと4条になりますが民法4条ではですね二十歳をもって成年とするという条文がありますがこちらがですね18歳に改正されるとそのような改正が行われましたそれからですね731条とか737条とか条文が列挙されておりますがこちらはですね婚姻関係についても実は改正が入っていて 男は18歳になると婚姻することができる、えー、女性はです、ね、16歳で婚姻することができますがあこちらが18歳に統一されることになります。 で民法四条の改正のところでは、十八歳が成人年齢になって、それから親族法のところでは、十八歳になると婚姻することができるというふうに改正されますから。未成年婚という概念がなくなる関係で、いくつかですね、条文が改正されることになります。でこちらがすでにですね、平成三十年のですね、六月のところで国会を通って成立をしていて、交付もされております。では、こちらについては、施行日はいつ。 いつなのかというと2022年の4月1日2022年の4月1日ということになりますからあだいぶ先になりますね司法書士の試験は、えー、例えば7月に試験が行われる、えー、その3ヶ月前の4月ですねそこのところの4月1日に施行されている法律で出題していくというのが 原則になっておりますですからこの成人年齢の改正については2022年の4月1日というふうに施行日が確定しておりますから司法書士のの試試験験にに関しては2022年の試験から出題されることになりますですから2019年の試験を目指して一生懸命勉強してるぞとか2020年2021年目指すという方についてもこの,この成年年齢の改正については気にする必要はありません。こちらについて 現行法の通りでで勉強していただければ結構ですということで1つですね3つの改正が民法では並行して行われておりますがこの成年年齢の改正については取り立ててで,ですね、まあ、あの対策をする必要がないというのが分かったかなというふうに思います。 でその後下の方にはですね債権関債権関係の改正といった形で出ておりますこれが俗にあの債権の大改正と呼ばれるものになります債権のところがですねこれはもう非常に大きく変わりますもう債権の条文がですね非常にこう増えてで多岐にわたる改正が行われております。 でえこちらはですね、まあまず一つがあ今現状に出ている判例を明文化したというところが一つありますのでえ、今皆さんが判例として勉強していることが結構条文にこうなっているといったところは多くありますね。あとは新しい分野も結構出てきております。例えば約款、定型約款に関する規定が民法にはありませんでしたが、あ実際に契約をするときには細かい字でこう契約書の裏にたくさん書いてあるような約款で契約することが非常に多いです。え携帯電話の会社と ですね携帯電話の契約をするような時にもですねいち一い個個別の契約書を作るのではなくて店側で用意した契約書がですねたくさんこう書いてありますからあそこにこうサインをするような形で契約することになるわけですよねでその約慣があ政権ではたくさん行われているにもかかわらず民法に規定がありませんでしたからあそれを入れるなどといったことも今回ありますそのようにですねもう保証についてだとかあ差別行為取消し権だとかもう多岐にわたっていろいろお でこれ民法総則にも及んでおりますからあこちらはですね総則それから債権に及ぶですね非常に大きな改正になっていて、えー、も非常にこうなかなかあ対応するのは大変ですからしっかりやっていかなければいけないんですがではこれが試験に出るのかというとこちらもですね平成、えー、32年と書いてありますが、まあ、2020年ですね2020年の4月1日2020年の4月1日 といったところで、えー、施工日が確定しておりますのでこちらも2019年の試験には出題されません。 で4月1日に施行済みの法律があその年の7月の試験に出ることになりますのでこちらは2020年の、えー、試験から取材されるということになりますですからレックでも2020年に向けての基礎講座初級講座ですね、えー、こちらが開講しておりますがそちらでは新民法再建、えー、改正が行われた後の民法で講義、えー、をしているとおいった状況ではあります、えー、2019年目指している方についてはこちらも気にする必要ありませんからあ2019年の講座などでは は債権法改正については触れないと言ったことになりますでは、えー、次に行きましょうこれですね相続法の改正実はこちらが一番施行日が早くて、えー、試験への影響も早くやってくることになりますでは2019年の試験に影響があるのか見ていくことにしましょう、えー、こちら相続法の改正ですでこちらもですね結構、えー、相続法の中でも多岐にわたる改正が行われておりますまあ、例えば 配偶者居住権といいう新しし制度ができました相続される時には被相続人もそれからその配偶者こちらも高齢であることが多いですから例えば夫が死亡した時にその妻がですねこの家で、まあいの住みかにしたいみたいな要請はあるわけですねその時にそれを可能とするこの配偶者居住権というものが成立することになりました。 で、えー、それからもう一つ大きな改正が遺留分のとこに行われております、えー、異流分がまあ、今まではですね遺留、えー、分の減債請求といった形で例えば遺贈や贈与というものをですね、えー、こう無効にして、えー、取り戻すんだという制度でしたけれども、えー、これからはこの改正後の遺留分の制度は遺留分侵害額請求といった形で金銭債権化されることになりました。ですから 移あるいは贈与を受けた受贈者、従事者に対して、えー、取り戻すという制度ではなくて金を払ええー、金を払えという金銭債権になったぞということが大きな えー、ものになっておりますですからこの遺留文のところに関してはあ条文がですねもうほとんど全て、えー、変わってるぞということにはなります、まあ、ただ中身が、えー、180度変わってるかというとそうでもないところもありますからあ個別の問題にはなっていきますけれども遺留、まあ、文が大きく変わってることには違いがありません。でそれからもう一つ大きなところで言うと、えー、相続させる遺言ですねこちらについてで今まではですね判例では「 あこの相続させる遺言によって、えー、あるいはあ遺産分割を指定したようなあそのような遺言についてはですね相続させる遺言、えー、これについては登記がなくても対抗できるぞ登記がなくても対抗できるぞ。えー えー、あるいいはです、ねそ,のうん、そういうことがあったわけです、えー、ところが、これからはです、ねえー、その相続させる遺言などについては、当期が対抗要件、その法定相続分よりも増えた部分、えー、法定相続を超えた部分については、当期、えー、対抗要件がなければ、第三者に対抗できないぞということになって、こちらに関しては、えー、177条の、えー、物件のところで、被、え、災、ー、されている過去文についても、えー、回答に影響があるものもあります。 このように非常に多岐にわたるような改正が行われておりますからこちらについてもですねきちんと対策を立てていかなければいけませんがでは2019年の試験には出るんでしょうかといったところを見ていきましょう。 こちらももちろん、えー、施行日の問題になっていきます。えー、法律自体はすでに国会の方で成立をしておりますから、あ2018年7月6日あ成立しております。で、施行日なんです。原則、交付の日から起算して1年超えない範囲内において、政令で定める日と書いてありますので、えー、2019年の7月までには施行する。2019年の7月までには施行する。ということになります。 で、えー、後でまたお話をしますが例外が3つありますから施工日についても、えー、3段階で施工されることになりますが一番、えー、原則ですね多くの条文、まあ、例外除いた多くの条文があ1年内施工というのはこの、えー、2018年7月13日から1年以内ということになりますので、えー、2019年の7月までということになるわけなんですけれどもそうすると。 いいですか2019年の試験というのは原則4月1日で施行されている法律について出題することになりますから施行日がいつかということが問題になってくるわけです。でんもし え4月1日までに施行するのであれば問題なく試験範囲にすると言ったことが考えられますが場合によっては5月6月7月5月1日施行6月1日施行7月1日施行ということも考えられるわけですで画面の方では4月1日が有力といった見解を紹介しておりますがどうやら法務省の見解の方ではなるべくこの1年 超えないと書いてありますけど1年まるまる取りたいと言ったですね意見も出てるようで7月1日施行や6月1日施行なども非常にこう有力視されてきておりますとなると困るのが2019年の試験になりますよね実はまだ試験範囲になるかどうかが明確には言えないところなんですもし4月1日施行であれば出すでしょうということにはなりますけども5月6月施行であれば正直不明ということになります ただ、過去会社法の改正なども平成18年5月1日施行それから平成26年会社法改正なんかについても5月だったわけですが実際に出題しております。例外的に4月1日施行ですから5月6月7月の施行であったとしても試験に出題するという可能性は捨てきれないということになるわけです。 ではその過去の会社法なんかの実績ではいつ、えー、判明したのかというと、えー、法務省の方で例年ですね、えー、12月の末12月の末あたりに今年は、えー、会社法はあ施行日に関わらず改正後の会社法で出題しますみたいな発表してくれます。 で実は昨年の試験でも再建法の改正は出しませんすでに改正が成立しておりますがそれについては出しませんという発表をしてくれておりましたですからこちらの予測とすればです、ね、なるべく早い時期に年内にです、ね、12月までにこの相続法の改正について出題するかしないかということは法務省の方で明確にしてくるだろうということが予想されます。 でそれまではちょっと不明ということになるわけですね。 で、先に例外の方も見ておきましょう例外の一ですね配偶者の居住に関する権利いわゆる配偶者居住権それから実質証書遺言保管法こちらは民法ではありませんが実質証書遺言の保管法新しい法律ができて今まで実質証書遺言というのは紛失や改ざんの恐れがありましたから法務局の方で保管をしてくれるという新しい法律ができることになりましたでこちらもですね、この民法改正の一環として新しい法律が制定されたわけです がこちらについては2年を超えない範囲内で政令で定める日ということですから2020年の7月まで2020年の7月までに施行するということでこちらも2年ぎりぎりの施行になるでしょうから出題されるとしても2020年の試験からということになりそうです。 えー、ですからこの相続の中でもです、ね、配偶者の居住に関する権利、えー、実質証書遺言保管法については気にすることがないということがあ分かるかなと思います。 でえー、それからですね998条1000条1025条こちらは、えー、2020年の4月1日というふうに施行日が決まっておりますので2020年の試験から主催されることになりますでこちらは再建法改正とに合わせた改正なんですね、えー、再建法改正に合わせて相続法のところもですね、えー、それにバランス合わせた改正をするよということですから再建法改正とセットになりますですから先ほどお話をした再建法改正の施行日に合わせて こちらは施工するぞということになるわけです。で、丸 ③ 番のところです。実質証書遺言の目録に関する特則、実はこれがもう施行日が決まっていて、平成31年、え、2019年の1月13日になります。ですから皆さん、こちらに関しては2019年の試験で出題されることが確定済み、 2019年の試験で取材されることが確定済みになりますですから皆さんこちらに関してはもう今すぐ対策をしても問題ないということになるわけですよろしいでしょうか これが今の改正の現状ということになります相続法の改正について2019年目指す方は対策を立てなければいけませんが今のところまだ情報が明確ではありません法務省が発表になったらですね法務省から試験範囲どの法律で取材するよということが発表されたときに明確になりますで、レックの方では皆さんがですね勉強しやすいようにその相続法改正が取材されるということが分かり次第すぐに迅速にこう対応していこう というふうに思っておりますすでに講座を受けている方に関してはですね情報提供していきますしそれからレックで講座を受けてないよという方もですね情報提供をですねレックでは積極的にしていきたいと思いますからぜひレックの方が発信する情報についてですね耳を傾けていただければというふうにアンテナを立てていただければというふうに思いますぜひそのあたりはですねこちらも積極的に発信していきますからご利用いただければと思います で先ほどお話しした通りですね実は、実証書遺言の目録に関する特則これはすでに2019年の試験で出題されることが確定しておりますからこちらについてはこの今のですねこのガイダンスの中でお話をしていきたいと思います。さささあ皆さん画面の方を見てくださいこちら条 えー、こちらがですね実は2項ににつついいてててて新設さされれままして3項についても一部改正がされております、えー、こちらについてはせっかくですからこの機会に、えー、覚えて帰っていただければというふうに思います。えー、968条1項、えー、実証書によって遺言するには遺言者がその全文日付氏名を辞書しこれに印を押さなければならないという条文が今まであったわけですがえー 全文、日付氏名辞書、えー、これがですね、えー、実証書遺言の要件だったですからよくワープロで作ったり、えー、した遺言はあ無効ですよとかそのようなことを勉強していったわけですけれども2項が新設されましたこれは何かというとまず見てみますね全項の規定にかかわらず実質証書に、えー、これと一体のものとして相続財産かっこ飛ばしますの全部または一部の目録を添付する場合にはその目録については辞書することを要しない。 一部この「財産目録」というのをつけたときにはそれは辞書はいらないワープロ書きでもいいということになっております。 で、遺言する方というのはやはり高齢の方が多いわけですその方がすべてこう自分のですね、辞書でやらなければいけない直筆で書かなければいけないというのは非常に大変なんですね特にここに書か,書かれている2項に書かれている財産目録というのは非常に書くのが大変なんですよこれ何かっていうと例えば長男に遺贈するとか三男に遺贈するとか長女に遺贈するとかいう遺言を書くときに何を遺贈するのか書かなければいけないわけですねそうすると、と 土地だとか、えー、あるいは建物だとかそういうものを書かなければいけない、えー、その時きに、えー、いわゆるこう登記事項証明書の表題部に書いてあるようなですね、えー、所在はどこでとかそういうことを書かなければいけないわけです家屋番号とか書かなければいけないわけですねそれから預貯金についてもその預貯金の番号なんかを書くときに全部こう書くのはなかなか大変なわけですねですからそれを目録としてつけてしまえばいいんだということになるわけです例えば、えー、これ自費室でなくていいですからワープロで、えー、打って、えー、それをこう実証 証書以後にこうくっつけるということでもいいしあるいは、えー、その登記事項証明書のコピーだとかあ預金通帳のコピーだとかあそういうものをですね、えー、実証書以後につけても有効だということになるわけですね。えー、なかなかそういうのは書くのは大変で、えー、預金通帳なんかでもですねこう、えー、番号一つ書き間違えてしまうなんてこともありますからあこれをコピーしてつけるということであれば非常に、えー、今までよりも簡単にこう作ることができるようになってよということになるわけですね。 ただ偽造の可能性もあります例えば全部こう今まではあ自分で書かなければいけないというのは本人が作った証拠のためでしたよねそうすると例えばその財産目録のところだけ、えー、偽造されてしまうということも考えられるわけですそれはワープロ打ちだとか、えー、あるいはですねあの登記事項証明書のコピーなわけですからそこで、えー、それに対する対策もしております。えー、2項のですね、えー、公文で見てください えー、この場合において遺言者はその目録の埋用に署名し印を押さなければいけない目録には署名して印を押すこれによって、えー、後から差し替えができないようにしてるんだよということになりますでもう一つ気をつけなければいけないのはあそのワープロなんかだと裏面にも印刷することができますから裏に余計なことを書かれたりすることがあります、えー、そのような偽造もあり得ますので、えー、こちらですね両面にある場合には両面について 署名応印が必要になりますですから例えば被相続人が作った遺言が裏面が白紙だったその財産目録が裏面が白紙だったということで裏にこう印刷をしてしまえなんていうふうに印刷されたとしてもそこにこう署名印がなければいけないわけですよよそそううするるとそのような偽造があ防げていよ。ということになるわけですね。 よろししいでしょうかそれから3項のところについては「えー、実質証書中の過剰その他の変更は遺言者があその場所に指示しこれを変更した旨を付記して特にこれに署名しかつその変更の場所に印を押さなければその効力を生じない」というふうに書いてありますけれども、えー、改正されたのはここ全項の目録を含むというところですね。つまり目録も 今まですから目録についてはワープロで書かれたりしてますがそのワープロについて打ち間違いなんかがあった場合にはあそのきちんとです、ね、同じようにこう過剰訂正をすることができるよといった改正がされているんだということになるわけです。 よろしいでしょうかでこの実証書遺言の2項のですね財産目録が辞書でなくて良くなったよといった改正については2019年の試験で出題されることが確定しておりますからこれについては今から押さえてくださいでそれ以外の改正点についてはですね法務省がどのような改正前改正後出題するか明確になり次第それぞれの講座の方で対応していきますから是非そこはレックに任せてご安心していただければと思います。 えー、それでは皆さん、えー、このですね、ガイダンスのところでは、あ今現状どうなっているのか、劣化はどのように対応していくのかということについてお話をしました。ぜひ安心して勉強を続けていただければと思います。えー、最後までお聞きいただきありがとうございました。